南ビーチランド、三浜町は愛知県知多郡に属する町。知多半島の南部に位置しており、伊勢湾と三河湾の双方に面している。高枠地周光場海岸地名日本福祉大学のキャンパスがあるため、20歳前後の人口が突出して多い。海に面しており、美しい砂浜が見えることに由来する。町長市町村合併2005年1月。 南地田町と合併して合併後の名称を南セントレア市とすると発表した。中部国際空港の愛称であるセントレアにちなんだ名称であるが、中部国際空港は、三浜町や南地田町ではなく、常名市に所在する。町内及び全国から抗議が殺到したため、2005年2月27日に合併の是非と新市名を問う住民投票を実施した結果、 過半数が合併拒否を選択し、名称候補への反発のために合併そのものが、頓挫した。町議会地多厚生病院三浜町図書館、三浜町総合公園三浜町、総合公園体育館少年時代を、三浜町で過ごした医師のさらい進むから、三浜町の子供たちの役に立ててほしいとして、寄付を受け、三浜町は、図書館と生涯学習センターの複合施設の、 建設を計画した。1998年に、三浜町障害学習基本構想が策定され、設計コンペによって、国部設計を設計者に選出。2002年4月に複合施設、心育館が開館した。2006年10月には、延べ貸し出し点数が100万点を超え、2010年9月には、延べ来館者数が100万人を超えている。 2010年3月には日本福祉大学附属図書館との間で相互協力協定を調印した。心育館は鉄骨づくり一部鉄筋コンクリートづくり2階建ての建物であり、延べ床面積は3108平方メートル、内図書館部分の床面積は約1700平方メートルである。図書の収容能力は開花が10万冊、閉花が6万冊、 計16万冊である。2015年度末時点の蔵書数は15万903冊。2015年度の貸出数は19万5091冊である。2015年度の一人当たり蔵書点数は6.7点。一人当たり貸出冊数は8.6点。一人当たり資料、購入費は353円であり、いずれも愛知県平均を大幅に上回っている。 三浜町には2018年現在、姉妹都市、定型都市は存在しない。2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が、120の万博公式参加国をフレンドシップ相手国として迎え入れた。浜焼き BB 給食と健康の館農業漁業町内の海岸では、 潮干狩りなどが盛んである。商業愛知用水電力ガス、上下水道電信日本福祉大学三浜キャンパス、高和駅北奥田駅開港、バス高和港町の中心となる駅は、高和駅。伊勢湾側では、北奥田駅が中心となっている。2011年3月以降、列車は、町内のすべての駅に停車するようになっている。路線バス高速道路、 国道県道港湾を御堂寺寺し、観音海老せんべいの里南地下ビーチランド。ありがとうございます。